ゲート、ウエスト達成だな。お疲れさん。受注完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。 風が騒がしいな。今日は何かよからぬことが起きる。そんな予感がする。おーい、カズコ！あっ、アスカというそのキャラ名、君はまさか。 とりあえずオープンチャットで喋るのをやめよう。やめてください。コーン、人違いではないだろうか。僕の名前はキリアであって、カズコなどという名では。そうそう、それ、それで見分けたの。カズコがいつも使ってるハンドルだしさ。うーって、本名と加担しちゃダメなんだよね。個人情報だもんね。 確かに彼女はリアルでは幼馴染だし悪いやつじゃない。でも僕とは違う文化圏に住まうリア充、そして情弱。 このままアスカと一緒にいては個人情報がダダ漏れになる。何よりクールでミステリアスな僕のイメージが地に落ちてしまう。うわ、ついうっかりアーリーアクセスチケットを自慢してしまったばっかりに。 人さ、人違いをされてしまってね、困ったものだよ。ふん、本当かにゃ。さあさあ姫、今日も早速初心者では足を踏み入れることすら叶わぬ上級カリバーへ参りましょう。それでは見知らぬ人よ、アディオス。 Peace.
見つけたわ。大将を攻めた。皆さん強化いたしましょう。キャー、そこ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 ね。これでも食らいなさい。受け取れ。そこ、貫く。どうで、貫く。それなりに今回の狩りも潤ったわね。うん、
銃の強化素材も出たし、私は大満足だわ。とはいえ、気がつけば結構 HP もやばい感じになってきたわね。お姉ちゃん、そろそろ切り上げて帰らない？それが賢明ね。このままだと私たちの方が駆られちゃうもの。目と鼻の先にモンスターがポップするだなんて、私も全く何もできなかったわ。というか、この状況な、何よ。なんかすごく距離が近いよね。こんなに近いと今にもお姉ちゃんとキスしちゃいそうな。角度によってはしちゃってる。ちょっと何を言い出すのよ。っていうか、こんなところ誰かに見られてスクリーンショットでも撮られたら。私にとっては貴重な一枚かな、なんて。写真なんてあまり撮らないけど、はい、今はダメ。分かってるわ。でも今度また普通の写真なら一緒に撮ってくれる？別に普通の写真だったらいくらでも。ほら、いつまでも寝転がっていないで早く街に帰るわよ。了解よ、お姉ちゃん。なんだかすごくドキドキしちゃった。でも私ちょっぴり幸せだったかも。帰りましょう。お疲れさん。気をつけてな。ちょっといいですかにゃ。私？あなたは確かお姉ちゃんが言ってたわ。前にダンジョンで会った2人組の片方からツインテールをやめろとか、わけのわからないことで粘着されてるって。よし、ここは私がガツンと言っておかないと。要件を伺う前に私の方からお願いがあるんですけど。にゃにゃ。お姉ちゃんがあなたにしつこくされて困ってるって言ってました。やめてもらえませんか。それからどうせ妹の私にも同じようなことを言いに来たんでしょうけど、これはツインテールじゃなくてツーサイドアップよ。ビクビク、怖いにゃ。まだ何も言ってないのに。え、あれ姫、また僕のそばから離れて。そういうおてんばなところも可愛いけど。で、これは一体何があったんだ。クスンクスン。ミリア、姫は落ち込んでるにゃ。よしよししてほしいにゃ。ああ、こんなに怯えて。よしよし、僕が来たからには心配無用さ。姫をいじめているのは君か。嫌がらせはやめたまえ。通報するぞ。はあ、誤解もいいところですよ。そもそもですね、
その人が私のお姉ちゃんに。リリア、もういいのにゃ。姫、今日は落ちるにゃ。え、姫、これから登山デートの約束だったのに。あなたはいつも残酷に、そして無邪気に僕の愛を何度も試そうとする。いや、それより姫のことが心配だ。傷ついた彼女の心を癒せるのは僕だけ。姫が次にログインしていつもの場所へやってきた時には、贅を凝らした百花繚乱の花束でお迎えしなくてはね。それに心尽くしのプレゼントも。そうと決まれば早速おねだりされていたネックレスの素材を調達しに行くか。なんだったのよ一体。お姉ちゃん、今の人たちに絡まれてるのよね。大丈夫かしら。息抜きの息抜きって言うとここに来るようになっちゃったわね。やっぱり落ち着くわ。そうですね、あんまり人もいないですし、再び収穫の時だ。さあ今度こそ。おお、アイテムランクレジェンド。この色、このツヤ、程よい大きさ、やはりナスはこうでなければ。噂によればこのアイテムを女神の祭壇に設置することで隠しボスとの戦闘が可能になるとか。これはハイゲーマーに爆売れ間違いなし。早速売りに出すぞ。ネズミ、お前も手伝え。報酬は売り上げの 30% で頼むっちゅよ。売れない。全くと言っていいほど売れないっちゅ。話が違うっちゅよ、おばはん。なぜだ、なぜナスの良さがわからんのだ。素材になるわけでもなさそうっちゅし、多分隠しボスに挑めるようなプレイヤーがまだいないっちゅよ。不甲斐ないぞゲーマーどもめ。しばしこのナスは寝かせるしかないか。ゲームの中ゆえに鮮度を気にしなくていいのは助かったな。現実では取れすぎて余ると相当きついっちゅからね。そんじゃオイラは適当なアイテムの転売に戻るっちゅよ。
ベルベル。なるほど、よしといたしましょう。お茶の豆知識のお時間です。本日の紅茶はニルギリですわ。同じ地方で採れるダージリンやアッサムが特に有名なので、紅茶をあまり飲まれない方には馴染みの薄いお茶かもしれませんわね。有名の方は知ってるけど、おにぎりは聞き慣れない名前だな。ニルギリですわ、ニルギリ。この紅茶は風味のバランスがよく、入れ方によってさまざまな飲み方ができますの。今は少し濃いめに入れてミルクでいただいていますけれど、ストレートでもすっきりさっぱりとしていて、初心者にもおすすめできますわ。名前は上級者っぽいけど優しいお茶なんだね。以上、お茶の豆知識その2、私とベールがお届けしました。それでは良いティータイムを。お茶美味しかったよ、ごちそうさま。新規を探すクエスト入ってる？確かにそういうクエストは届いているが、世界樹の麓って言ったらイアール樹海か。本当にあそこに行くのか？おー、最後の新規だけあってギルドの人も警戒モードだね。でもでも止められたって行くよ。何でも異常に活性化したモンスターが徘徊しているとか。まあ死なない程度に頑張りな。あんたらの幸運を祈ってるよ。うん、ありがとう。お、なんか今日はギルドがやけに騒がしくない？なんかあったの？ネプチューヌちゃん、遅れてる。死神が出るってみんな噂してるのよ。お化け、怖い。ブルブル。死神？お化け？おい、聞いたか？また出たらしいぜ。一人でダンジョンを歩いていたら例のボスに瞬殺されたって話だ。瞬殺？初心者が上級ダンジョンに突っ込んだだけじゃないの？それが今回は最初の山らしくてさ、どのダンジョンにいつ出没するのか今のところ全くわからないらしい。初見殺しのレイドボスでも実装されたのかしら？どんなやつなの？なんでもそいつは黒ずくめで目が赤く光っていて、見た目はまるで死神のようだとか。音もなく近づいてきて、気がついた時にはもう死んでるんだって。やめてよ、これから素材取りに行こうと思ってたのに怖くなっちゃったじゃない。おお、オカルト好きの私としてはちょっぴりそそられる話題ですな。まあ、プレイヤーを瞬殺してしまうようなとんでもない強敵がやはりこの世界にもいるんですのね。私、心がワクテ化してしまいますわ。でも今までにそんな感じのボスはいなかったわよね。特定の条件下で解放されるサブイベントでもあるのかしら？全部ただの噂話でしょ？気にしない方がいいわ。気になるよ。そのうちどこかで遭遇できたらいいな。やだ、ブラブラ。ロム、そんなにしがみつかなくても大丈夫よ。私たちの実力を見れば死神の方から逃げていくわ。そうそう、それに逃げ出したって私が追いかけて倒しちゃうんだから。でもまあ、とにかく今は新規だよね。クエスト受けたら出発しよっか。ギルドへようこそ。受注完了だ、頑張ってくれ。気をつけてな。いらっしゃい。
せとけ。私が先導しますわ。うわ、あれが世界中？大きい。街からも見えるけど、近くで見るとすごい迫力だね。世界設定のテキストによると、この世界樹リーンベルでは、女神が世界を創造した時、地上で最初に作られたものだと言われているそうよ。やはりこの世界もここから魔法的なエネルギーが生み出されている設定なんですのよね。ここに最後の神器があるのね。女神様に会える時も刻一刻と近づいているはずだわ。ギルドの方の話によると、強敵が待ち構えているとのこと。皆さん、どうかお気を緩めませんよ。わかってるって。ゲット。そこ貫く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 。これでやっ、そこまだまだやっ、それやっ、それ。えっ、また強くなったみたいね。これで終わりです。でもないけど、例のあれだよね。いちいち聞き返さないとわからないほど、キリアはおバカさんなの？それとも死ぬの？その姫、少し前から感じが変わった気がするんだが、僕の気のせいかな。言葉を選ばず言えば、なんだか雑になったというか。でいい。ありのままの姫を丸ごと受け入れるから。あら、そう、それは大助かりだわ。分かったなら、ほら、さっさとあれを出しなさいっての。ああと、危ない姫、後ろにモンスターが。実験台におあつらい向きのが来たわね。キリア、効果のほどを姫に見せてちょうだい。
姫がそう望むのであれば。この攻撃回数は、それに何と言ってもこの全能感はどうだ。本流のように、怒涛のように、運命の実体そのもののように力が湧き出てくる。これはすごい、すごいぞ。へえ、悪くはなさそうね。またしても現れるとは。これぞまさに飛んで火にいる夏の虫だな。待ちなさい、キリア。次は姫の番。三段ジャンプどころか四段ジャンプに三角飛び。これは驚いた。なに、今の本当に姫がやったっていうの？ああ、紛れもなく姫自身が成したことだ。Thank you.
間に合ってよかったわ。神器が奪われてからというもの、この森のモンスターたちは異常なまでに活性化しているの。特に神器を持っている親玉、さっきのやつは一度暴れ出すと手がつけられない。逃げる時に投げたのは何だったの？ああ、ここのモンスターが苦手とする成分を調合した煙玉よ。高位アイテムの浄化の矢があれば弱体化させることができるかもしれない。そうすれば選ばれし者ならきっとあいつを倒すことだってできるはず。やっぱりこの情報はギルドに張り出してもらった方が良さそうね。半端な賞金稼ぎなんかがむやみに近づかないようにと思っていたけれど。なるほど、そういう立て付けになってたわけね。納得いったわ。それじゃ私は早速町のギルドへ向かうわ。ここはまだ危険だから、皆さんもどうか気をつけて。はーい、さきもりさんも頑張ってね。ではクエストを受けるために私たちも一度町へ戻る必要がありますわね。一旦体勢を立て直して。もしかしてもうさっきのボスが追いついてきちゃったの？ちょっとサキバリさん戻ってきたよ。勝つためのフラグが足りない現時点では逃げるしかないわね。そうと決まればさっさと逃げるわよ。やあ君たち、また会えたね。にゃふふふ、もしかするとお困りですかにゃん？猫姫ちゃん、お二人とも全滅しないようにお気をつけて。こ
ここはなかなか大変なイベントですわよ。全滅だって、僕らが。何がおかしいのよ。こっちは真剣にあなたたちの身を案じてるっていうのに。ああ失敬。ま、君たちはそこで指をくわえて見ていたまえ。姫たちの前に立ちはだかるものはこういう目にあってもらうのに。どうしちゃった。ここって勝てないイベントのはずだよね。レベルを上げて殴ればいけちゃうの。ざっとこんなものかな。さてと、最後の神器も手に入ったし、先を急ぐとするよ。にゃっ、じゃあまたどこかでお会いいたしましょうだにゃ。これはおまけだにゃ。ボスっぽいのが湧いたよ。どうなってるの。もう早く町に帰りたい。呼んでもないのによくもノコノコ現れたわね。やっつけちゃうんだもん。キリ、よし、こうなったらサクッと勝って、さっきのお名挽回だよ。お姉ちゃん、ツッコミ待ちかもだから一応訂正しておくけど、正しくは名誉挽回だからね。この辺りでエンカウントする敵ではないようですが、誰かも枝でも折ったのかしら。ゴールだしよ。それってモンスターを召喚するアイテムだし、クレーンでもこのゲームでどういうゲームか知らないんだよ。ダメだ、ショップでも見かけたことないわ。別の場所でも首がここまで飛ばされてきた。召喚アイテム以外で疑わしい点があるとすれば、ギルドの噂になってたレイドボスとか。死神って感じじゃなかったわね。特に親戚も取れなかったし、私たちが強すぎただけだもん。とにかく今はバトルに集中ですよ。
不具合が起きているらしいというのが気になるところですけれど、倒すのでしたらとっとと倒しますわよ。無駄な戦闘を避けて先に進んでもいいし、任せるわ。何が起きているのか少し不安になってまいりましたわ。使いますわ。大丈夫。やったわね。見つけたわ。やったわね。中に再度ライブラリを検索してみたですが、やはり私には荷が重いエラーのようです。ここは GM に報告して何が起きているか確認してみてもいいですか？ああ、GM さんに伝えていただけるんですの？報告フォームに送るよりもブーケちゃんからの方が確実ですわね。はい、少々お待ちくださいです。一瞬で変わった。あのブーケちゃん、こんにちは。こちら4女神オンライン運営です。プレイヤーの皆さんからはゲームマスター、 GM とも呼ばれていますね。そっかそっか、 GM って、まさかの直接降臨。皆さん、ベータテストへのご協力誠にありがとうございます。この度ご報告いただいた件は緊急性が高いと判断し、自ら視察に参りました。とはいえ GM 専用アバターを使うのも仰々しいので、一時的にブーケの姿を借り受けているわけです。
しました。驚かせてしまいましたか。申し訳ございません。運営さんにお会いできるなんて嬉しいですわ。私四女神オンラインの大ファンなんですの。新バージョンの実装期待しておりますわ。どうか頑張ってくださいませ。温かい励ましのお言葉、痛み入ります。それではただいまより解析を試みます。ログイン中の皆様、四女神オンライン運営よりお知らせいたします。10分後より ER 樹海におきまして緊急メンテナンスを行います。なお、メンテナンスの終了告知があるまでは ER 樹海への立ち入りを避けていただきますようお願いいたします。大変ご不便をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。メンテナンスの終了までしばらくお時間をいただいてしまいますが、ご容赦くださいませ。町に戻るところだったし特に問題はないわね。さっきのボスを弱体化させるためのクエストを進めましょう。それでは GM さん、私たちは町へ戻りますわ。これからも応援しております。はい、ありがとうございます。ブーケに戻りましたです。次のストーリークエストは他の場所ですので、このまま進行できそうですね。ボスを弱体化させるアイテムを作るためには3つの素材が必要となりますです。まずはギルドで先森からのクエストを受けてくださいです。オッケー、早速ギルドに行ってみよう。ブーケちゃん、わざわざありがとね。帰りましょう。初めて見る店だな。なんだか闇市のような品揃えっちゅね。値段の桁もでたらめっちゅ。展示目的で売る気のない輩がよくこういう値をつけているものだが。らっしゃいませ。よ、幼女店主っちゅ。まあキャラが幼女でもどうせ中身はおっさんっちゅけどね。なんだ、ナスに興味があるのか。ナス美味しいよ。あと綺麗。ほう、見る目があるな。これは町外れで私が栽培しているナスだ。どれ、一本くれてやるとしよう。わー、じゃあこれあげる。な、これはレア素材ではないか。上級素材とナス一本を交換なんておかしいっちゅ。幼女のキャラ作りも徹底されすぎてるっちゅし、何か裏があるに決まってるっちゅ。おいら面倒ごとには関わりたくないっちゅよ。少し様子見が必要か。店主よ、そのナスは持っていくがいい。今日のところは失礼させてもらおう。